8番の佐藤慎太郎は前々先手に乗ろうというところですが、これを1番の八谷一気にかましていこうという中で、ジャンの4コーナーで9番の小原をかまし切りました。1番の八谷のかまし先行、最終周回です。さらに4番の猪俣光一、猪俣も積極的に攻めていきました。後ろ3番の白井和樹が離れている。猪俣一気にかまし切りました。福岡勢が 2,3 番手にはまって、3番の白井和樹は阻まれて現在は4番手アウト。そのインコースは9番の小原大輝は、小原大輝現在4番手、バック8番手からは6番の野中裕二仕掛けてはいきますが、また後方です。一気にかましました。4番の猪俣、そしてはまった1番の八谷、さらに追い込んでくる7番の大坪、直線コース後ろから1番の八谷、7番の大坪、両者の争い。4番手だいぶ足使っちゃったんで、はい、なんとかペースで行きたかったんですけども、猪俣君がすごい勢いで来たんで、ただ最後はそうですね、勢いに負けました。なんか重かったっすね。何かありました。猪俣さん、ね、短期かもしれないみたいな感じで、そうですね、ラッキーでしたね、本当に。一人で行ったら分かんなかったです。少しです。このメンバーだけのフラインの中でも。もうちょい欲しいですけど、うん、でも出し切れたんで、まあ、力練習になったかなと思います。昨日感じたよ、悪くないので、はい、ちょっとなんか噛み合ってないので、そうです、はい、それがようやく、そうです、まあ、ここまで点数をしたら考えることもないので、うん、もうやるだけなんです。